はい、格闘ニュース、ゾウの雑博です。ライジンがバンダム級グランプリで朝倉海を欲し始めた理由についてです。いよいよライジン大晦日まで1ヶ月を切りました。現在分かっている対戦カードはバンタム級グランプリのもののみです。今年の大晦日のライジンの大目玉と言えるカードでしょう。ポスターもかなり力を入れて作られています。海外のファンタジー映画を思わせるドラクエの雰囲気もある力作です。意外なのは4人の中で圧倒的勇者感があるのが、睨みつけるような目線とポーズが決まっている戦慄の TikToker 滝沢健太選手です。1回戦で消極的な戦いでバッシングされ落ち込み、2回戦ではレベルが違うと戦前から負け予想されていました。そんな中アップセットで KO 勝ちし、今回決勝トーナメントの切符をつかみました。まさに弱かった勇者が成長していくドラクエ勇者週刊ジャンプ路線です。そして次に外国人のような彫りの深さ、相手の攻撃を飲み込んでしまうような圧倒的な強さを表現しているのが、日本語の不自由な井上直樹選手のポスターの写真です。少し悪魔的な表情からも激強のラストボス感があります。1回戦2回戦と圧倒的に勝った強さからラスボスはぴったりでしょう。ドラクエのラスボスのような存在を表現していると思います。そして次に我らがファンゼロ人説ファイター小木チャンネルです。アニマル帝団のお猿ことモンキッキーのような完璧な雑魚キャラ感です。いきがりながらも登場3秒で殺される圧倒的な雑魚キャラ感が漂っています。ドラクエのキャラで言えば腐った死体でしょう。小汚い洞窟で活躍します。そして朝倉トップチームの弟係の朝倉海選手です。こちらはこれまでの3人と違い、背景のエフェクトや表情もなく、ポーズすら取っていません。何の個性もなく証明写真のようです。ドラクエのキャラで言えば、話しかけると同じことを繰り返すだけの村人 B です。話しかけてもやっちまった、最悪だとしか言わないでしょう。なぜ今回朝倉海選手は村人 B になってしまったのでしょうか。それは平本の蓮くんがバラしてしまいましたが、朝倉兄弟は大してペーパービューを売らないからです。それを表すのが MMA グローブのオークション順位にも現れています。ちなみに1位が斉藤豊選手、2位がパンちゃんリナ選手、3位が朝倉のみっくん選手、4位が井上直樹選手、5位がサトシソーザ選手、6位が朝倉村人 B の回です。今後収益源のメインはテレビからではなくペーパービューに移行させるつもりがあるのでしょう。小中学生の小遣い1000円ぐらいのファンばかりで、実はペーパービューをそこまで売らない朝倉村人 B よりペーパービューを売る本物の格闘家をフューチャーしていくのではないでしょうか。それが今回のポスターに現れています。この榊原代表の行うバラゴンクエストにおいて、今回間違えて腐った死体こと小木チャンネルが優勝してしまうと、ルーラでパプアニューギニアまで飛ばされてしまうでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら。